皆さんどうもタイガーです。お疲れ様です。バランス調整されたけどね、編の動画、はい、やっていきたいと思いますが、今回ね、使っていくのが、ドラゴンライダープラステングですね。両方とも一気にやっちゃいます。はい。ドラゴンライダーが、移動速度がアップしたのと、上下の索敵がアップしたのかな。まあ、とりあえずめちゃめちゃ速いんですよ。一回ね、使ったんですけど、めちゃめちゃ速くて。で、ダイティングも、まあ、上下のね、索敵が上がったと。で、これがね、結構ね、使い勝手が全然違うっぽくて、ただもちろんね、スキル打つかとか耐久値がどうかとか火力がどうかとかもいろいろあるんで、あれなんですけど、まあ、調整前と比べればね、マシだよねって言った性能ではあるみたい。はい。やっていきましょうか。猫ムーと、でもマンダラちょっとさ、出しとこうかも。さあ、来ましたね。噂をすれば、なんて。ユカリン特殊部隊。ユカリンといえば特殊部隊なとこあるもんね。さあ、スクリームしてやっていく。さあ、ここも天狗行こうか。ほんとはあんま行きたくないけどね。猫持ってるし。ただ行くしかないので行きます。はい。スキルを打つ。素晴らしい。で、倒してくれる。ユカリンカタパルト。ただまさかのカタパルトに対してカエル禁止を引かれてしまっていて。これユカリンカニ引いてくれるのでかいですね。はい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 。ユカリがなんか、あ、マジだ。ロボらしいんで、キャラがね、カエル UFO してんのこれ。あ、なに見えな、それ見えなかった最悪出てこないでほしいな、スクリームしないでほしいな、これ。耐えてほしいな。ギリギリまで。偉い。全然偉い。ユカリにカニ置いてくれると思うんで。カエル UFO めんどくさくねマジで。なにこれ。スクリーム、ぶち切れ、倒す、倒して、潜って、ズドン、削って、取る、素晴らしい。で、切れる。これ、相手、尾形いる？いるわ。あ、ロボじゃないのか。あ、コスタマタンか。はい。さあ、グラグラ来ましたが、シャラクプラスローパンチでやれるでしょうと。取っていく。素晴らしい。あとは上だね。まあ上、カニプラスドラゴンライダーでいい気がするんだよな。取って。埋まれない。埋まらない。倒して。さあ、カニプラスライダーでいこうか。あとはもうシャラク前行って。ドラゴンライダー頼むよ。いいね。カニの数、白前の。シャークがやられる。ちょっとこれ数多すぎるね、これはさすがに。ユカリのバカモンがどこまで頑張れるかしらけど、バカモンがスキルを打つけど、まあ無理と。はい、残念。はい、それではね、やっていきましょうか。まあ、ダイティング自体ね、なんか、後出しするキャラではないと思うんですよ。もちろんなんかフォア側を狙って後出しとかはあると思うんですけど、今回ね、ユカリンがロボ使ってくれてるんで、フォア側やれるんで、そこら辺のね、支援キャラは特に支援大型は気にしなくていいと思うんですよね。なんで、全然先出ししちゃって、もう中型バンバン削ってもらうっていうのでもいいかなとは思うんですが、ポセイドンエンジェルが来るならば話は変わるなと。ポセイエンジェル来るならそこはもうちょっとロボにやってもらいたいですもんね。ドラゴンライダーの移動速度とかね、全然注目されてなかったと思うんですけど、めちゃめちゃ速くなってるんで、ぜひ見てほしいですね。取ったのエラ。ヘッジ行こうか。あんま削られたくないね。はい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 。トン。さあ、来ましたね。噂をすればなんてやら。さあ、ロボパンチでエンジェルやれるんで、やってもらいましょうか。どこまでやれるかって感じだけど、やりきってほしいなぁ。いや、その最後の一発が大事なんだよ。あ、撃ってくれた、偉い。めちゃめちゃ偉い。さあ、ここパンダでいきましょう。吸い込んで、ダメージ入れてくれて、ここドラゴンライダーでいこうかも、ダメで。これちょっとめんどくさいね。さあ、フレームを入れて、さあ、爆発がちょっと痛いんですけど、まあ、爆発はね、なんとか頑張ってもらってって感じで。はい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 。ヘッジも出して。バカボンを魔導機炎に当てる人初めて見た。網だからいいでしょって顔してる絶対これ。
めっちゃ動かすじゃん。やっただけ余ってるには見えるけど。さあ、ここだね、問題は。天狗。さあ、ドラゴンライダーを呼んで、グラグラは、もう起きたのか？いつ来たんだ、グラグラ。いいよ、いいよ。さあ、いいダメージ入ってるよ。手前で止めようとしたらね、天狗が暴れるからね、これは。そこで止めても多分、いや、暴れないか、これは。これ暴れないか。取った。これ撃てば、当たるでしょ。オーケー、素晴らしい。さあ、というわけで、干渉を狙っていきましょう。飛んでもらって、飛ぶ。そっちじゃない。そっちじゃない。窓を取ってほしいの。窓を取ってほしいんですが、そっちじゃない。窓！まあ、ダメージ入ってるんですけど、白前ケットし、触れないんで、普通にどうしようもないですよね。正直。これドラゴンライダー置いてみるか。当たっちゃうかな、これ。索敵範囲の広いのが裏目に出てない？大丈夫？大丈夫そう。OK。はい、潰す。やる。やる。パンダ。裏技も出して、落とせると思ってるんだけど、グラグラ今来ましたね。もう遅いっすね、これは。ただ落とせるか、ナイス！素晴らしい。はい。移動速度が速くなったおかげで、すぐに敵に、ね、向かって、ね、飛んでってくれるから、めちゃめちゃ使いやすくなってるんですよ。実際にかなり強化だと思います。なんだろう。前から別に弱くなかったんだけどな。なんか強いんだよな、今。なんか強くなったんだよな。はい、頑張りましょう。まあ、かなり強くなったドラゴンライダー。なぜか、前から弱くはなかった。普通に使えるキャラだった。けど、なぜか強くなりました。ただし、現環境のソロは、ちょっと怖いよね、と。アーチャーがキャラグラやってるから、アーチャーさえいなければね、刺さると思うんですけどね。おっと、カエルマンドラ、これ、なんか前回違う動画で当たった記憶があるな。マンドラマンドラやってて、もうドローだよね、みたいな。あ、マンドラゴレだと思うんですね。マンドラゴレ。カエルの裏はわかんないけど。もう、ドローンにしかならん、マンドラマンドラとか。一人キバあったんかな。あ、今もキバだね、多分。マンドラキバだね。カエルゴレかな。トレーナーいい。すげえ数来た。もう天狗行こうか、本番聞いたら。はい。で、フォア側？フォア側か。でもフォア側はやれるぞ。スクリーム偉い。偉いね。ガチで。めっちゃ頑張るじゃん。勝ったぞ。倒してくれた。あ、死んだ。それはまあしょうがない。あ、これやってほしいな。やってほしいけど、やりきれないかな、これ。どうだろう。やりきれはしないけど、ここでやりきるか。オッケーオッケー。さ、ポックルでやってもらって、オッケーオッケー。とりあえずやれたね。このポックルいこうか。ちょっとコストがあんまないんだけど。さ、バカボンが、頑張るか。どうだ。さ、ポックルが頑張ってるね、これはだいぶ。取っていく！でか、それ、どんどん。で、カエル剣士は倒してくれた。ただ、後ろのレードラーに駆られるね、多分、これは、おそらく。バカは持ってます。はい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 。ここ倒してほしいんだよな。はい。はい。あそこ抜いてもらって、補充剣で見て、あとはね、そこにね、ロボパンチ打ってくれたら神なんだけど、そううまくもいかないかな。まあ、これちょっと、火ダメ弦貼ってあげて、倒して。いや、火ダメ弦強いね、やっぱ。ちょっとこの試合、ドラゴンライダーそんな活躍しないかもしれないですけど、カエルがやっぱいるとね、出しづらいよね、どうしても。ただ、移動速度速い、こいつマジで。城殴ってるし。ありがとうございます。いや、めっちゃ使いやすくなってるんだよね、ドラゴンライダー。全然違うんだよな、性能が。ドラゴンライダー。まあ、カエル引かれたくない、マジで。本当に。カエル、アーチャーやめてくれ、エルフも。これならいける。てか、さっき金バチ天狗めっちゃスキル打ってくれてたな。今回、ドラゴンライダーかける、
天狗の動画ですからね。なんかロボットが純粋に強いとこめっちゃ見えてるけど、天狗も頑張ったっすからね、一応ね、さっきの試合はね。ただね、やっぱもっと頑張ってほしい。動画撮ってる時に、時にこそ頑張ってほしい。これ取れそう。ナイス。レードラー。もう天狗行きましょう。射程使って、最大射程ぐらいから、天狗出して。お、それ、撃つのスキル。へー。え、天狗くん強くない君。え、めっちゃ頑張るじゃん、天狗くん。さあ、ロボで、そいつもやってもらって、うわ、結構減るね。まあ、ロボパンチで、削ってもらって。マクロスやれるかな？やれそう？あと一発？えらい！ドラゴンライダー行こう。レードラー。早いね、ドラゴンライダー動くの。マジで。さあ、ちょっともう後ろ取り手前フレームで燃やして。もうそれとか多分、特殊部隊とドラゴンライダーでやれるんじゃないかな。でも、狩られてもいいもんね、ドラゴンライダーね。なんだろうね。仕事終わりだよ。十分、十分。もう止まらんと思う、多分。上だけ切り目で押さえてあげようか。まだイフニットで終わりだね。早い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 、マジ早い。特殊部隊持ってますって言ってる。ゆかに特殊部隊大好きなんだよね。楽しいって。はい、いやこれめっちゃいいね。天狗もめちゃめちゃ頑張ったし、天狗スキル発動率変わってないよな、多分調整で。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。大天狗のね、調整内容見てきたんですけど、もう一度。まあ、浮遊キャラから攻撃がね、まあ、火ダメージが寄りつくと。はい、ダメージが受けづらくなりましたっていうところで、まあ、耐久面をカバーすると。まあ、浮遊じゃないキャラから普通に食らいますが。はい。そして、まあ、上下方向の索敵の、拡張によって、まあ、横当てされづらくなって、ちゃんと敵に誘導してくれるなどと。これもでかいですね。はい。そしてですね、さらになんかもう一個、あって、麻痺にかからなくなったと。あ、クイーン B をボコボコにできる。あとはキラー B の麻痺も効かないと。いった感じみたいですね。なんでね、流されて狩られるよって言った天狗さんが、まあそういうことでね、あのキラー B の一方とか、クイーンのね、麻痺運ゲーとか、そういうことがなくなったと。はい。まあかなり使いやすくなったんじゃないでしょうか。そしてドラゴンライダーですね。今回個人的なメインドラゴンライダーがすごく気になってて、まあ上下のね、索敵拡張もでかいんですけど、移動速度がめちゃめちゃ速い。もともとなんか60マスだったんだっけ？ちょっと覚えてないけど、それがね180マスと、とんでもない速度になってるんで、一瞬でね、敵にね、向かってやってくれるんで、これかなり違いますよ。動画内、対戦中にも言ってましたけど、アーチャーがね、今期ね、いるからね、気になるんですけど、アーチャーいなかったら正直ドラゴンライダーリーダーでいいんじゃないのって思えるぐらいには、今期のドラゴンライダー、今期ってか、今回のドラゴンライダー調整、めちゃめちゃ強いです。めちゃめちゃいい感じになってます。ちょっとね、まあ、蜂の弱体化とかね、いろいろあって、どうだんっていうところはあったんですけど、ドラゴンライダーはガチで強いと思います。はい。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。